だから鬱陶しいのを私が揉んで治してるんじゃなくて、揉んで血液が動いてくれるのを手伝ってるの。だから治る力はこの人の力で治る。陽気の人が言うよ、あんたのおかげでって。いいえ、あなたが生きててくれるからです。私が治せるんやったら死んでる人にもしてあげたいな。でも生きてたら血液を動かしたら楽になる。治療して24年、90の人が木に登った初めて聞いた。また木に登れるようにしとこう、よしこさん。もう木に登りたくない。すごいね。じゃあ今度、よしこさんお墓参り行った時は、おかげさまで90で木に登りました、言ってお線香あげてこう。ねえ。でもまあ、イノシシに襲われんかったから、よかったね。ねえ。よしこさんは聞いてますか、あの藤村さんのイノシシのおとぎ話みたいな話。あの人が、イノシシも取るでしょ。ああ、で檻にイノシシがかかってるから始末してくれて知らせがあったから、軽トラに道具を積んで行かはった。ほいで檻の中にメスのイノシシがかかってたんで、はい、で軽トラの上の鉄砲とか段取りしてたら誰かが背中をツンツンするから、はい、誰が何用事やろと思って振り向いたらオスのイノシシ、あ、襲いかかりもせんでね、はい、鼻で藤村さんをツンツンするんて、僕の奥さん返してくれませんかって言ったんやろね。でもね、うん、その後の藤村さんの言葉で随分私慰められたんはね、うん、もうびっくりしたけど急いでそのドタバタせずに自分の後ろからそーっと来てるイノシシをまず撃ったら一発で死んでくれたって言わはった。その言葉で慰められて、わしは一発で殺したって言わなへんかったから、大体が優しいから ね、一発で死んでくれた。それから檻の中のメスを仕留めて、だからちょっと辛い話やけどおとぎ話みたいでしょ、ね、後ろから本当やっぱり襲いかからずに僕の奥さん返してくれませんか言うんよ ね。やっぱり家族があるんよ。ああ、この景色、よしこさん24年間何回こうして手洗うたんびに見上げて、うん、よかったな。だいぶ前にな、うん、広島から来た人が、うん、なんていうのか、そのとにかくまともに動けない、うん、腰が痛くて、うん、でそれでも自分で運転して、うん、どのくらいかかるのって言ったら3時間、うん、だから一生懸命治療しながらな、うん、これなんぼ治療しても3時間かけて車に座って帰ったら元の木阿弥になる、うん、息子さんが OK してくれたら泊まってしばらく一緒に暮らそう言ったら、うん、じーっと私の顔を見て息子がいいって言うたらそうさしてもらおう、お信じてくれたな。そのぐらい辛かったんよその人が、うん、うん、一緒に暮らしたら、うん、もう家族と一緒やから治療費払わんなんと思わんといてな。その代わり、う
台所の財布を任すから、うん、自分の食べたいものを作ってついでに私にも食べさせてって言ったら喜んでな食事の時その座り方腰に負担かかるからこうやって、うん、何かにつけて24時間一緒にいると、うん、ちょいちょい声かける、うん、なんと2ヶ月半シャンシャン歩けるようになって、ほんと意気揚々と帰って着いた仕事がヘルパーさんやって抱えたりせんならんのにな。でこの間その息子さんや孫たちと遊びに来てくれたらふっくら超えて人間違いした。ほんなら今ケアマネージャーしてるって、うん、だからほんとこれは手術以外どうしようもないですよって言われても、うん、やっぱり日常生活が鍵や。うん、はーい、猫がご飯くれって。今行くよー。